ジェイン・オースティンの姉のカサンドラによる肖像画を元にした同版画ジェイン・オースティンはイギリスの小説家イングランド南岸部ハンプシャーのスティーブントン生まれジェーンをジェーン・オーステンをオーステンと金転写する場合もある18世紀から19世紀のイングランドにおける田舎の中流社会を舞台として洞察力に裏打ちされた解釈で女性の私生活などを結婚を中心として 皮肉と愛情を込めて描いた。その作品は近代イギリス長編小説の頂点とみなされており、英語における自由間接話法の発達に大きく貢献したことでも知られる。1775年12月16日にハンプシャーのスティーブントンの牧師館で生まれた。牧師である父のジョージ・オースティンは9歳で孤児となったが、叔父のフランシス・オースティンに助けられ、 オックスフォード大学に入った。妻のカサンドラとの間には、ジェインの他に6人の兄弟と姉がおり、長兄のジェームズは、父と同じくオックスフォードに入りしなどを発表していて、ジェインに影響を与えた。時系のジョージについてはあまり伝えられておらず、3兄のエドワードは裕福な家の養子に入り、4兄のヘンリーもオックスフォードに入っている。5兄のフランシスと弟のチャールズは、 共に海軍に進み提督にまで昇進した。姉のカサンドラとは、生涯を通じて、非常に親密な関係を保ち続けている。ジェインを描いたものと公式に認められている、肖像画は、ロンドンのナショナルポートレートギャラリーに収められた、カサンドラの手による、彩色スケッチのみである。しかしながら、等身大の彩色画を、ジェインの一族が所蔵しており、 これは10代の頃のジェインを描いたものとも言われている。1783年にカサンドラと共に知り合いのもとへ預けられ、短期間ではあるがオックスフォード及びサウサンプトンで教育を受けている。1785年から翌年にかけてはバークシャーのレディングにあるレディング修道院女子寄宿学校で学んだ。当時一般の少女よりも充実した教育を受け、この間に 多くの文学作品に触れ、英訳されたゲーテの若きはエルテルの悩みも読んだという。1789年には早くも小説の原型を書き始めるようになったが、これは友人や家族に読み聞かせて喜ぶためであった。小説は3冊のノートにまとめられているが、2冊目にある愛と友情などにはすでに特色が現れている。1795年。 書簡体系式のエリナとメアリアンを翌年には第一印象を書いた。父は第一印象の出版を打診する手紙を出版社に送ったが断られた。1797年11月、エリナとメアリアンを下敷きとして分別と多感を書き始める。さらに、後、農産がアービーとなるスーザンにも取り掛かり、1803年にはクロス動舎に売った。 しかし生前は出版されず、死後、説得と共に出版された。オースティンの死生活にはほとんど変化が見られない。1801年にジョージはジェームズに牧師職を譲り、一家は当時から著名な保養地であったバースへと移った。オースティンはこのことを聞くと卒業したというが、バースでの経験は後に小説を書く上で大きな糧となった。 ここで一家が過ごした家屋は現存しており、その近くにはジェーン・オースティンセンターがある。この時期にワトソン一家を描いたが、放棄されてしまう。1801年夏、一家でデボンシャーを訪れた際、生涯唯一の恋をしたと言われる。相手はトーマスル・フロイと言い,い、晩年その胸を語っていたという。また1802年にはハリスビック・ウィザーという人物から、 プロポーズされた。彼は裕福な若者であったが、大きくて不器用な性格をしており、彼女より6歳年下であった。未婚の女性は、一生父や兄弟に頼って生活しなければ、ならなかった。当時のイギリスの中流階級において、この申し込みはまたとない機会であった。オースティンは一旦プロポーズを受け入れたが、翌日には、断りの返事をした。 1805年1月21日に父が死去すると、オースティンと母と姉の3人は、サウサンプトンのカッスルスクエアのフランクの家でしばらく、平穏に暮らした。オースティンが晩年8年間を過ごした家屋。現在博物館として使用されている1809年に、妻を亡くしたエドワードの勧めで長ンへと移る。 エドワードの妻は裕福で所有していたコテージで生活するようになった。この家は現在オースティン記念館として一般に開放されている。1811年、マンスフィールドパークを寄港し、さらに分別と高号特名で出版。さらに1813年1月には第一印象をもとにした高慢と偏見を出版した。なお、 作品はすべて匿名で発表され、親しい者にも明かさなかった。1814年5月には、マンスフィールドパークを観光するが、読者や文壇からジェイン・オースティンという名前が知られることはなかった。だが1815年10月、エマの出版直前に偶然が重なり摂政王太子ジョージにもてなされた。王太子は、ジェインの作品の愛読者であり、そこで、急遽、 エーマが検定されることとなった1816年になるとオースティンは体調を崩しがちになり、病状は一進一退を繰り返し、翌1817年には療養のためハンプシャーのウィンチェスターへと移ったが、その2ヶ月後の7月18日に死去した。その亡骸はウィンチェスター大聖堂に葬られ、1818 18年にノーサンガーアビーと 説得が出版された。長編作品、分別と多感、高慢と偏見、エマ、マンスフィールドパーク、ノーサンガー・アビー、説得はすべて平凡ない舎の出来事を描いたものであり、求めた題材の範囲は非常に狭く、いずれも登場人物は名家の娘と牧師や軍人などの紳士で、この男女が右与曲折を経てめでたく結婚して終わる。 オースティン自身、田舎に3、4の家庭があれば、小説に持ってこいの材料だ、と述べているが、そこでの人間階級を徹底的に描き尽くしており、人間性の普遍さを示し、心理者実主義の先駆ともされている。同時代や後年の作家にも高く評価されている。モームは、世界の10代小説で、傲慢と偏見を選び、大した事件が起こらないのに、 ページをくらずにはいられないと評し、鋭い感性とユーモアのあふれる文体は、比類がなく、平凡な生活の中で見出した、真実味のある多彩な描写は、非常に巧みであると論じている。英国留学した夏目漱石は文学論で、ジェーン・オーステンは、写実の体となり、平凡にして活躍せる文字をそうして技紙に入ると絶賛している。一方で、 同じ女性作家のシャーロット・ブロンテは上官に欠けると非難し、マーク・トウェインは動物的な嫌悪を感じるとし、D.H. ローレンスも批判的であった。時代色が反映されていないのも特色の一つで、オースティンが生まれた翌1776年にアメリカ独立宣言が出され、20代前半にはフランス革命が起こっている。意図的かどうかは不明だが、作品にはそういった出来事は、 完全に排除されており、自らの経験にないことには決して手を触れなかった。同時代の分断とも一切関わらず、作家とは全く関係がなかった。前述した通り、作品もすべて匿名で発表され、読者もその名を知ることはなかった。なお現在残っている手紙は、ほとんどが姉のカサンドラーである。一連の作品は、英文学古典の一つとして高く評価されている。 初級の講義から各国の学会での高度な研究に至るまで多くの大学でオースティンの作品が取り上げられている。バースのゲイストリートには現在ジェーン・オースティンセンターがあり様々な資料を展示するほか研究、啓蒙活動が行われている。君の心の庭に忍耐を植えよ、その草は苦くともその実は甘いは彼女の言葉である。 オースティン家の紋章なお2013年7月に、イギリス中央銀行のイングランド銀行は、2016年以降に流通する10本土札の肖像画に、ジェイン・オースティンを採用すると表明した。オースティンの作品はその親しみやすさからか、これまでに幾度も映画化、映像化がなされてきた。中でも、高慢と偏見は、最も取り上げられることの多い作品で、 2005年現在では6本の映画が制作されている。近年では2005年に制作された、ジョーライト監督、キーラ・ナイトレー主演の映画、プライドと偏見がある。5本のテレビ用シリーズの中では、BBC によって1995年に制作されたジェニファー・イーリー、コリン・ファース主演版の評価が非常に高い。2001年の、 ブリジット・ジョーンズの日記にはこの小説にヒントを得た人物が登場している。その他にもコーマンと偏見から派生した作品はいくつもあり、2009年発行のコーマンと偏見とゾンビは高評価を得て、2016年には映画化もされている。エマもこれまでに5回映画化されている。分別と多感は1995年にアンリー監督で いつか晴れた日にとして映画化され、エマ・トンプソンがアカデミー脚色賞を受賞している。説得は二度のテレビシリーズか、一度の映画化が行われた。マンスフィールド・パークとノーサンガー・アビーについても映画化されている。2016年には、ケイト・ベッキン・セール主演で短編作品、レディ・スーザンが、ラブフレンドシップとして映画化された。1980年に制作された、 マンハッタンのジェイン・オースティンでは、彼女の唯一残された戯曲である、サー・チャールズ・グランディソンの映画化を目論んで争う二つの映画会社を題材としている。この原画に署名はないが、家族はこの絵がカサンドラによって書かれたものと信じており、また1920年まではカサンドラによって署名されたスケッチが家族のもとに残っていた。ジェイン・オースティンをよく知る親戚によれば、 このスケッチはあまり彼女とは似ていないという彼女のお気に入りのキャラクターであったアン・エリオットはバースに対する敬遠を語っている。シスコシステムズ社とアーバンデコイ社の創始者、サンドラ・レルナーが出資している、ハット・カーカム、マーガレット・ポートレーツ、ジェーン・オーステン・インコンテキスト、エド・ジャネット・トット、ケンブリッジ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス。 2005 ISBN0 から521826446687219世紀の英作家ジェーン・オースティン結婚を二度偽装化アフプブニュース2020年7月26日閲覧オースティンが晩年を過ごした家 AB ロード2020年2月20日閲覧文壇におけるオースティンの評価 NHK テキストビュー2020年2月20日閲覧 A10 ンド札に、コーマンと偏見のジェイオースティンの肖像。CNN.CO.JP。2015年8月16日閲覧。A10 ンド紙幣に、作家ジェイ・オースティン肖像。コーマンと偏見、エマなど。アフプブニュース。2015年8月16日閲覧。レア・オーステン・マニュースクリプト・アンベールド。BBC ニュース。2006年4月6日閲覧。 ありがとうございます。